はい、どうも皆さんこんばんは。開封大好き吉弘です。今夜もですね、カードが公開されたんで、このカードの紹介だけして寝ようと思います。で、この動画は5月3日発売予定のマジックの最新セット闘争大戦の新しいカードがね、毎晩毎晩公開されるんですけど、それを公開された後俺が紹介していくっていう動画で、それのカードについて強いとか弱いとかいう話をするんですけど、大体ね、俺の言ってることはね、そこまでは当たらないので、話半分ぐらいに聞いてもらえたらいいなと思っております。じゃあ行こう。で、今日公開されたのはね、なんとですね、あの2人ですよね。あの2人といったらあの2人しかいない、ソリンとナヒリですね。で、ソリンとナヒリはね、因縁の間柄で、憎しみ合ってるわけですよ。なんで憎しみ合ってるかよくわかんないんですけど、だいぶ前のエキスパンションイニストラードを追うかげで、そこの戦いに決着がついて、ソリンはなんか石の中に生き埋めにされた感じで、ナヒリの勝利で終わったんですけど、そんな彼らもね、この世界の危機っていうので呼ばれて、駆けつけて共闘することになるんですけど、早速イラストでね、来て早々戦ってんですよね、2人が。お前ら何しに来たんだよって感じするんですけど、この一騎打ちっていうカードが、早速このナヒリとソリンが戦ってるカードで、これがね、5マナーのソーサリーで、各プレイヤーは、自分のコントロールしてるクリーチャーかプレインズウォーカー、各1個じゃなくて、クリーチャーかプリンズウォーカーもどっちか1匹だけ残して全部生贄。生贄なんだ、いいね。だから破壊不能とかも壊せると。だからお互い、クリーチャーかプリンズウォーカーも1匹選んで、そいつらだけの戦いをしようっていうのを強要するカードで。で、これのいいところはですね、大体この手のリセット系の呪文って打っちゃうと、自分土地寝て、で、相手はその次のターン土地を切るんで、相手から展開できて、結局相手の方がその優勢なのは変わらないっていうのが常なんですけど、このカードいいのはですね、これキャストすると次のターンが、次の自分のターン来るまで、相手はプレインズウォーカースペルとクリーチャースペル唱えることができなくなるんで、だから一応先に相手がマナ起きてアクションは取れるんですけど、その盤面を展開するようなカードは俺のターンに来てからっていうことは、つまりその自分からできるようになるんで、だからね、ちょっとこういう使用感のカードって今までなかったから、だいたいこういうね、1匹残してすべて消そう系のカードはね、どうしてもね、そのソーサリーで、あとマナも重いっていうのもあって、相手から先に展開され直されて不利っていうのは変わらないっていうのがずっと続いてたんですけど、ちょっとこのカードだけは違うから、使ってみるとどうなのか気になるところだな。で、あとね、これフレーバーテキスト面白いんですよね。これだいぶ前っていうか、あれか、異界月のそのゲートウォッチハイビっていう、そのリリアナとギデオンが、その世界の危機に対して、もう言葉はいらない、俺たちは共闘しようみたいな感じの、そのフレーバーテキストの真逆で、もう世界の危機だろうがなんだろうが、もう俺たちの戦いはやめられないぜみたいな感じのフレーバーテキストになってて、これちょっと面白いですね。もうどんだけお前ら憎しみ合ってんだよっていう感じのがあっていいな。この二人ね、マジでね、日本とかだとね、二次創作がはかどるよね。もう本当にもうこの二人可愛いわ。何が可愛いってね、この二人ね、一応そのプリンズウォーカーってそのジェイスとか、ビビアンとかいっぱいいるんですけど、はるかに格上の存在なんですよね。めちゃめちゃ強いんですよ、設定上は。旧世代のプリンズウォーカーって言われてる、今回のね、悪の親玉、ニコル・ボーラスとかと、五分クラスの力を持ってる奴らなんで、だからね、こいつらこんな可愛いことしてるけどね、めちゃめちゃ強いんですよ、設定上は。だから面白いわ。しかも、ナヒリね、結構見た目的に好きなんですよね、巨乳だし。はい。で、そのプレインズウォーカーの話に移ろう。こいつらのこの設定の話だけで盛り上がっててもしょうがない。まずソリン、ベンジフルブラッドロード、マジかっこいいな、このソリン。すげえかっけえんだけど、このソリン。今回のソリン、4マナで中精度4で、もうイラストが、やべえかっこいいね。で、まずその常在的な能力があなたがコントロールするクリーチャーとプレインズウォーカー、プレインズウォーカーもハンコンを得るわけね。はい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 。で、プラ2が、プレイヤーかプレインズウォーカーに1点与えると。で、こいつの自身のその、ハンコンを持たせる能力があるから、一応1点与えてハンコンできると。でもクリーチャーには飛ばないから、なんつうんだろうな、その、ボード、盤面には触れづらいと。ただ、プレインズウォーカーに飛ばせるからね、プレインズウォーカーにその、中精度1ダメージ与えるのは結構大きいから、それは強くて、で、しかもその、プラスが2だから、その、元の中精度4で、これプラスから入ったらもう6なんでね。
その4ターン目の相手の返しで殴られ死ぬことはほぼないから、かなり硬くていいですね。なんか昔のナヒリをちょっとね、あのリスペクトしてる感じがあっていいね。やっぱこの2人ね、なんだかんだでなんかちょっとお互い認め合ってる感じのところがあるかもしれないと思うとね、なんかもうドキドキするよね。でマイナスが X なんですよね。自分でその好きな数字を選んで、であなたの墓地にある点数でいたマナコスト X 以下のクリーチャーをマリアにすると、でそいつは一応吸血鬼になると。あーわ絶妙絶妙。こいつのいいところはね、とにかくまず硬くなるところですね。その4でいきなりプラニって、でそのねプラニ持ちのねプレインズウォーカー共通しているのが、その殴られて落ちそうになってもすぐにその忠誠度元に戻せるんですよね。でただこいつはそのなんか戻した先に強い奥義みたいなのがないから、そこがねちょっとネックなんだよな。で、まあ、あとまあハンコン持つっていうのも、そのまあ ビートダウン対決、まあ、ミッドレンジだったりそのアグロ対決だと、まあ、回復できるのは非常に強いんで、そこは強いんだけど、そうだな、なんかあのなんか一枚差しとかしとくとね、その線あの状況状況に応じてなんか使ったり使わなかったりみたいな感じの使い分けができて、なんかそのシステマチックに4ターン目にこいつを出すみたいなのがなんか入るカードではないなと思いました。でもただかっこいいね、めちゃめちゃかっこいいね。あとソリンの渇きっていう、まあインスタント、これ再録ですね。まあ昔あったカードで2マナのインスタントに2点与えて、まあ2点回復っていうので、でこれソリンの渇きってプレイヤーに行かないもんな、クリーチャーにしか行かないから、なんかもうほぼ渇望の時の介護官じゃない、ダブシンだし。え、なんかいいことある？これの方がいいこと、検診にいたあの摂取も出せる、インスタント操作に摂取も出せるやつと相性がいいぐらいだな。でもそれ以外はなんかそのダブシンってのもあって渇望の時でいいんじゃないかなと思うな。まあただ渇望の時ね、あのスタン落ちするから、まあそうしたらあのこれを使おう。で次ナヒリ、ナヒリね、俺ちなみにナヒリはそのさっきも言ったんですけど、まあ、かなり好きなプリンズウォーカーで、でそのインストラードを追うかげで初登場した時に、まあ、かなり絶妙な能力だなって思われてたんですよ。まあ、その奥義がねだいぶちょっとそのあの殺意が少なめの能力で、でそれもあってその最初期ね、ナヒリやっぱマルチのプレインズウォーカーってのもあり、さらにちょっとそのプラスとマイナスは強いにしても奥義が弱いなっていうので、かなりその低い評価をされたんですけど、まあ、ある時なんかモダンで、いやこれはもうそのフィニッシャーにエムラを1枚刺しとけばものすごい強いプレインズウォーカーだっていうのが判明して、もう一気にその株価が急上昇して使われるようになったカードでしたね。あのナヒリはね、あのすごい強かったんですけど、ただあのナヒリを使ってた人間だったら全員知ってるんですけど、奥義のターンにエムラを引いたらそのエムラが出せないから、その奥義が打てないみたいなので、でしかもモダンってね結構スリリングな対戦なんで、もう一旦いやじゃあ次のターンにエムラ出そうと思っても、もうその時にね時すでに遅しでナヒリはもう殺されちゃったりしかねないので、あの奥義の時にエムラ引いてくるねドキドキ感はねもう二度と味わいたくないな。はい、でまあそんな昔のナヒリの話は置いておいて、で今回のナヒリもまあ同じ4マナで中性度、おおすげえな、中性度 6? めっちゃ硬くなってんな。でこいつの状態的な能力が、あなたのターンである限りクリーチャーが全部先制と装備能力のコストが1減ると、なんかあのなんか変な組み合わせだな。まあ一応ねそのナヒリっていうのはね、その石を操ることができる能力を持ってて、その石を操るっつったらねめちゃめちゃ聞こえはなんかしょぼそうなんですよ。その剣作って戦ったりみたいなやってるんですけど、一応そんなんだけどね、そのエルドラジ軍団滅ぼせるぐらいの力を持ってるんで、あの石家ども舐めない方がいいですね。でで、マイナー X でタップ、そう、あのね、いや、ちょっと待って、あの、話の腰折るのやめよう。マイナー X でタップ状態のクリーチャー1体対象として X 点与えると。あー、なるほど。そう、ナヒリは、その、器用に、その、状況をこなせるプレインズウォーカーなんですけど、なんかね、その、タップ状態じゃなきゃいけないっていう、その、限定条件を持ってて、だからそういうので、まあ、バランスを取ってるっていうか、まあ、一応その、なんつうんだろうな、こいつの持ち味になってるっちゃなってるカードかな。まあ初期中性がね6だからね、そのうまくいったらねクリーチャー2匹ぐらい殺せるんだけど、ただこいつを守るためのそのクリーチャーにあの先制与えるっていうのはその自分のターンにしか使えないんで、そのブロックに立てるクリーチャーがなんかあのナヒリをねあのしっかりがっちり守るみたいなことができないので、
まあリミテだったらね、あのこの6をね、あの有効活用して相手の戦場をまあ2回ぐらい触れて、まあ、壊滅させるみたいなことはできるんですけど、ちょっとその構築でな、なんか使えるかっていうと、そうだな、なんかだいぶ絶妙なところなんじゃないでしょうかね。まあ一応アンコモンだしな、まあただね、ナヒリすごい好きだったからね、レアぐらいの性能になってて欲しかったんだけどな、そこは残念。で、ナヒリもなんかナヒリのなんとかってのが、収録されてて、ナヒリのあのストーンブレイズナヒリストーンブレイズが2マナのインスタントで2体対象取ってプラ2プラ0と。あ、いいんじゃない？ 2 マナのコスパとしては。まあその、本体に入ってるダメージだったらね、4点分増えるから2マナ4点火力だよ。極論2マナ4点火力だよ。で、まあ、ナヒリ自体がいたら、その先制とかも与えれてるんでね、あの、かなり強いバッドリーになるだろうな。そう、あの、これ一応古文だもんな。あの、皆さんね、もう、プレリで気をつけましょう。で、あと、クレンコって何？あ、え、待って、あれクレンコか。あの、あれ M13 にいたやつがクレンコか。あ、その、まあ、クレンコが、あれクレンコってめっちゃ名前聞くから何回目ぐらいだこいつ登場するの。まあ、とりあえずそのゴブリンの、まあ、その伝説のクリーチャークレンコさんが、まあ、今回も登場ですね。ブリキ通りの頭目クレンコさんで、まあ、そんなクレンコさんが、まあ、今回も収録されてて、今回のクレンコは3マナ12、なんかもう本当変なパワータフネスだな、12って。でこいつがアタックするたびにプライチカウンター1個置くと、ああなるほどね、もう殴る段階であの2、3になれると。でその後こいつのパワーに等しい数の11、え強いじゃん。あーでもまあ伝説かパワー分だもんな。えだからこいつそのまあ3ターン目に出して次アタックしたら23になるし11が2匹出るしっていうので、え結構強くない？なんかあのそう、ま、マジック・ザ・ギャザリングっていうのはねもう何回も言うんですけど、その除去が強いカードゲームなんで、こういうね強そうなやつもね簡単に殺されちゃうとはいえ、まあ、いつかはねその除去できなくなったりとか、あの除去できないタイミングがあるわけなんですけど、その除去できないタイミングに噛み合った時のその恐ろしさたるや、すごいねこいつ。えだって次まあもう1回殴ったらやべえじゃん。なんか112体出てるし、で次殴ろうもんだったらもうその3匹出るわけでしょ。はあ、これはいいカードだこのクレンコさん。まあ、ただ伝説なんでね、その4枚とか入れとくと手札でダブついちゃったりとか、まあ、てか手札でダブつくのはいいか、こんなん。手札でダブついてるってことは地上にいるこいつ大暴れしてるからね。はい、まあそういう感じで、まあ今日の紹介はこの辺にしておこうと思います。もうプリンズウォーカーね、だいぶ、出てきたけど、まだやっぱね、その目玉のね、目玉のボーラス、なんか目玉の親父みたいになってるけど、その目玉のボーラスと、あとまあ、主人公格だったとギデオンか。あと他いるかな。でもとりあえずこの2枚はね、多分てかもう間違いなく神話レアなんで、こいつらがどんな性能で来るかっていうのはめちゃめちゃ気になりますね。で、あと、まあ、今週ね、金曜日と日曜日に、ウィザーズさんからね、スポンサードをもらって、その生配信することになったんで、で、生配信中はね、やっぱコメントとかもらったらね、その返事することとかもできるんで、なんかこの手のね、闘争対戦の話とかで盛り上がれたらいいなと思いますって言いつつも、まあアリーナやるんですけどね。まあだからアリーナやりつつ、こういう話がね、盛り上がれたらいいなと思ってるんで、興味持った方はぜひ、金曜日曜ね、この開封大好きのね、生放送、アリーナ日和にね、ぜひ来てみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。